アルバート・オルトマンスは、オランダ出身のアメリカ・オランダ改革派協会の来日宣教師である。1854年に、オランダのフロー人間州ザイドブルクで生まれた。1869年に、アメリカ合衆国のミシュガン州グランドラピッツに移住した。1877年に、高校卒業後に、アメリカ・オランダ改革派協会の大学ホープカレッジに入学した。 1883年にニュージャージー州ニューブラウンズウィック神学校へ入学する。オルトマンスはヘンリー・スタウトの養成により長崎での男子校を発展させるために日本に派遣されることになった。1886年9月23日にオルトマンス夫妻は神戸に着いた。1886年10月16日に長崎に入った。 1886年9月に、スティールメモリアルアカデミーを開校させて、初代校長を務めた。1902年に、明治学院に招聘されて、長崎から東京に移動した。1925年まで、明治学院進学部教授を務めた。1892年に、ジェームス・ランジング・アメルマンが帰国し、グイド・フルベッキが1898年に死去したので、代わりに、 旧約聖書神学、旧約歴史、旧約借儀などを担当した。1920年に、イブカ・カジノスケが総理を辞任すると、総理事務取扱いに就任した。1923年9月の関東大震災によりフェリス女学院が被災し、校長ジェニー・カイパーが殉職する。アルトマンスは一時的に、フェリス女学院の臨時校長を兼務する。また、 ハンセン病患者の救済活動に力を注ぎ、社会法人公前者の理事を引き継いだ。1926年に明治学院を引退する。引退後は、ニューヨーク市に本部がある東洋来病救済協会の活動に参加し、日本、台湾、朝鮮、中国の診療所を訪問し、ハンセン病患者救済を続けた。1930年に宣教師の職を辞して、 アメリカ合衆国に帰国した。息子が明治学院中等部の教師になると一緒に再来日する。1939年日本で死去した。明治学院と日本キリスト教会の合同葬で明治学院チャペルで葬儀が行われた。発金、随清寺に葬られた。ありがとうございます。